ほーい、どもれです。今回ですね、こちらの絆決戦 VS バルトロメオ&白馬ということで、事前編成の方を紹介していこうと思います。で、まぁ、今回はね、フレンド船長には、今回の新規のトレーボル入れつつの、一編成で全属性回れますよっていう編成になってますので、ぜひともね、参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、まずは心属性編から見ていきましょう。編成はこんな感じになってますよと。で、バトル2の方で上段左、中段右、下段左、封じ、発端ということで、こちらのね、ジャックを使いつつ封じを5ターン解除していきましょう。で、なおかつスロットをね、2倍に、スロットの影響を2倍にできますので、まあ、これで多少なりと火力を上げていくという形ですかね。で、あとは、こちらのまあ、今解放されてはいないんですけど、能力解放の方で3ターン解除すれば、まあ、大丈夫かなといった形にはなってますかね。うん、まあ、こんな感じで、やっていこうかなと思ってます。で、ボス戦では状態上無効99ターン、しびれ5ターン、ダメージ軽減が5ターンで、ボスのレベル31から行動変化がありまして、しびれ1ターン、ダメージ軽減が1ターンの必殺技使用回数制限が2回という感じの1ターンですね、ついてますよと、いう感じになってます。まずしびれに関しましては、トレーボルの、必殺技の方でね、解除できますので、まあ、全員野心タイプであれば、6ターン解除できますので、まあ、ボスのレベルが上がってきても大丈夫かなと。で、ダメージ軽減に関しましては、こちらの、オリンの方でね、6ターン解除できますので、まあ、これで解除していくといった形になってます。はい、まあ、っていう感じで、やっていく感じでいこうかなと、思ってますかね。で、あとはスロット影響に関しては、まあ、こちらのシュガーの方で超過を使ってしまえば、2.25 倍にできますし、で、こちらのバージェスを使えば、バージェス使えば、属性相性強化2倍にもできますので、まあ、多少なりと火力は出てくれるかなと。で、トレーボルの方でお邪魔スロットを含む全てのスロット、実スロット変換もできますし、まあ、野心タイプだけですけど、で、あと初期値上げもできますし、で、まあ、あとは特には、あとはあれですね、必殺制限回数っていうのがあるんですけど、これもトレーボルの、潜在能力の方で解除できますので問題ないですと、いった形にはなってますかね。で、まあ、あとはこちらのね、シュガーの必殺技さえ使っていただければ、すべて解除した後に、シュガーの必殺技使って全員オンチャにします。で、タップすればもう自然とポンポンポンってやってくれるので、まあ、それで十分火力の方も、まあ、出てくれるのかなとは思ってますかね。で、まあ、あとなんですけれども、こちらにサポートをつけている、まあ、わけなんですけど、こちらの肩くりとかね、こちらの、バギーに関しては、まあ、攻撃上昇がかけれないので入れている形になってますので、まあ、最悪いなくても大丈夫かなと。でも火力をもうちょっと上げたいよって方は、こういうと、あの、肩こりとかね、バギーを入れて多少なりと火力を上げていただければ、まあ、いいのかなとは思っております。はい、ということで続いては力属性編の方を見ていきましょう。バトル2の方で攻撃ダウンということで、まあ、こちらはこのね、またジャックの方で、解除できますので、まあ、5ターン解除できますので、これで解除していこうかなと思ってます。で、ボス戦では状態上無効が99ターン、お邪魔スロット変換の、防御アップ5ターン、で、必殺ターン巻き戻しが1ターンの必殺ターン固定グッドタップ1回までと、いう感じですかね。で、ボスのレベル31から行動変化がありまして、必殺ターン巻き戻しが、増加、1ターンしてしまうのと、船長効果無効が9ターン。で、船効果無効が一旦という形になってますかね。まずお邪魔スロット変換に関しては、トレーボルの必殺技の方でお邪魔スロットを含むすべてのスロット、自スロット変換できるので問題ないですと。で、防御アップに関しても、トレーボルの方で解除できますので問題ないですと。で、必殺技巻き戻しに関しては、こちらの、バージェスの方で2ターン、短縮できますので、まあ、行動変化でプラス1ターンになっても対処はできるかなとは思ってますかね。まあ、これでどうにかは、
なってくれるんじゃないかなと。で、属性相性強化もかけれますし、大丈夫かなと。あ、で、あとこちらのバージョンの方で、船長効果無効も5ターン解除できますので、これで5ターン解除しつつ、能力解放の方で残り3ターン解除して、もう1ターン残ってるんですけど、それはこちらのね、サポートで入れているラフィットの方で、解除できますので、まあ、これで解除していくといった形にはなってますかね。うん。確かラフィットに関しては、メダル交換所で交換できるはずですので、まあ、大丈夫かなとは思ってます。っていう形で、あと船効果無効があるんですけど、まあ、これはもう解除しない方向でいこうかなと。いや、いればよかったんですけどね、船効果無効の、解除できる船、在能力持ってるキャラがいればよかったんですけど、多分この中でいないので、トレーブルも確か持ってなかったはずですので、まあなので、とりあえずそれは、しょうがないといった形になってますかね。で、まああとは、こちらのシュガーでスロット影響上げつつ、必殺技で、基礎攻撃力上げたりだとか、まあ、あとは、クマにしてね、タップすれば十分火力も出てくれると思いますので、まあこれでやっていこうかなと。うん。思ってますかね。で、もし第2バトルで火力足りないよってなった場合は、こちらのオリンとか使ってもまあいいですかね。うん。今回ここでは必要ないので、オリン第2バトルで使っても大丈夫ですかね。まあ、こちらのベラミーも同じく使っちゃっても問題ないかなとは、まあ思っているので。まあでも、そうですね。うん。まあ使わなくても問題ないかなとは思ってます。はい、ということで、続いては地属性編の方を見ていこうかなと思っているんですけれども、まあ、ちょっとすいません。編成を変えさせてください。まあ、ここに来てね、編成を変えてしまうんですけど、ベラミーをね、入れたかったので、まあ、ベラミーを入れていたわけなんですよ。まあ、心属性ということで、まあ、相手が地属性の時に、まあ、弱点つけるので、多少なりと火力出るかなと思ったので、心属性の野心でベラミーを入れていたわけなんですけれども、で、まあ、ベラミーで一定以上ダメージ軽減解除するつもりで、まあ、3ターン解除しつつ、残り2ターンをこちらのね、ベヘヘで解除するつもりだったんですけど、まあ、こちら必殺を使わないと発動しないということで、今気づいたので、まあ、こちら別に、トレーボル抜いて、まあ、こちらの方が多分編成簡単かなとは。で、ベラミーの方に、そうですね、まあ、カタリーナ・デボンとかでいいかな。まあ皆さんゲットできるということで、カタリーナ・デボン入れてもいいですし、まあこんな感じで、やっていただいてもいいのかなと。まあでも全員地属性になってしまうので、その弱点つけるキャラっていうのがね、少なくなってしまうっていうところで、できればね、ベラミーとか入れたかったんですけど、まあ今回ちょっとベラミーは入れれないということで、まあカタリーナ・デボンで代用していく、まあ形にはなりますかね。すいません、ちょっとそこを見てなかったんですけど、まあ一定以上ダメージ減来たら、解除してくれるっていう形で思っていたので、まあこれで、対処していくという形にはなってきますかね。うん。で、まあ先ほど言っていた通り、そうですね。まあそうですね、ここに、まあそうですね、ここに先ほどの、まあバギー入れたりだとかして基礎攻撃を上げたりっていうのでも全然いいですし、うん、まあ、そこはお任せしますかね。で、まあ、第2バトルでカタリーナデボン使って一定以上ダメージ軽減を、6ターン解除できますので、まあ、こちらのキャラで解除しつつ、まあ、遅延中に当たりダメージも上がりますので、まあ、多少なりと火力の方も、出してくれるかなと思ってますかね。で、もし火力また足りないよってなった場合は、こちらのジャック使っていただければスロット影響も上げれますので、まあ、これで対処していこうかなとは思ってます。で、バスじゃなくてボスね。バスってなんだ。ボス戦では、状態上無効が99ターンの 80% の割合ダメージ。フリスロット変換に必殺技、封じが5ターン。で、チェーンケースが 3.0 以下の場合、攻撃力ダウンが5ターンと。で、ギガージュの行動で3万5000ダメージ。で、ボスのレベル31から行動変化がありまして、必殺封じがプラス1ターンの防御アップが6ターン。で、味方側の非ダメージ上昇が2倍3ターンと、いった形になってます。まあ、ここに関してなんですけれども、まあ、どうしていこうかなと、まあ、思ったんですが、ですね、まあ、必殺封じに関しましては、こちらのオリンで、まあ、6ターン解除できますので、必殺封じはオリンで解除していこうかなとは思ってますと。で、あとは、そうですね。あとは、まあ、防御アップ6ターンか。
防御アップ6ターン来るんですけど、これも、あちらのトレーボルの方で解除していこうかなと、うん、思ってますかね。で、80% 割合ダメージ来てからの、まあ、軽減しないといけないので、まあ、3万ダメージ来るので、まあ、それはこちらのバージェスの方で、まあ、解除していく形にはなりますかね。まあ、受けるダメージ、60% 減らすことができますので、まあ、これでちょっと減らしつつやっていこうかなとは思ってます。で、あと、チェインケースが、まあ、3.0 以下の場合、こういう欲ダウンとかあるんですけど、トレーボルの方で、初期値を 2.25 にしつつ、まあ、その後に、シュガーを使って、チェインケース増加量をアップさせて、まあ、クマにしてね、タップしていただければ、まあ、多分ですけど、6.何ぼとかの倍率にはなると思いますので、まあ、3以下の場合、攻撃弾も、対処できるかなとは思ってますかね。うん。っていう形で、今回もやっていこうかなとは思ってますと。うん。まあ、フリーソート変換も来るんですけど、トレーボルの方で解除って言いますか、すべて実ソートに変換できますので、まあ、問題なくいけるのではないかなとは思ってます。まあ、あとは特にはないですよね。うん。特にあとは、なんかやらないといけないことはないですかね。大丈夫そうですかね。で、まあ、これちょっと気になったところなんですけど、この味方側の被ダメージ上昇が、2倍になるって書いてあるじゃないですか。まあ、これって、どうなんですかね。これ、3万5000も2倍になっちゃうんですかね。そうなるとちょっと話変わってくるんですけど、でもこれで解除できそうですよね。ダメージ受けた次のターン、自分の基礎攻撃、されるのと、まあ、被ダメージ解除できるっていうところで、まあ、こちらとバージェス合わせれば解除できそうですよね。うん。まあ、この2体いるので問題はないとは、まあ、ここにもいますし、まあ、問題ないとは思うんですけれども、まあ、とりあえずこんな感じで、まあ、解除されれば大丈夫ですし、まあ、被ダメージで7万になんなければ大丈夫ですし、まあ、そこら辺はちょっとやってみないと自分もわからないので、まあ、ちょっとやりつつ、見ていこうかなとは思っております。まあ、ということでね、今回は絆決戦 VS バルトロメオ&白馬ということで、事前編成の方を紹介させていただいたんですけど、まあ、ちょっと不安なね、部分はあるんですけれども、多分これで周回できるのではないかなと思ってますので、ぜひとも、参考にしていただけたらいいかなと。で、まあ、ベラミーのところをね、ちょっとカタリーナデボンに変えてしまったので、まあ、そこはちょっと申し訳なかったんですけど、いや、ベラミーで解除できると思っていたので、まあ、ちょっとそこは、確認不足でしたね。まあ、というところで、とりあえずこれで、やっていきつつ、まあ、対処していこうかなとは思ってますかね。うん。まあ、という形で、やっていこうかなと思っております。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。